お、畑迫さん悪いね、一足先に退社します私は。ああ残業だ。残業、まだ畑迫君の残業を尻目に私はタイムカードを切りました。あ、ダウンロードアップロードがある、やべえ。アップロードが、畑迫君これあのモンスターエナジーにこれ、あ、インポスター一回も引いてねえ今日。今ね、ちょっと初動ワード見にくいしてる、インポスターの時にも備えて。シュッ、この2人毎回いるね。シュッ、少ねえな、どうしようかな。あ、スーパーチャットありがとうございます。はい、畑迫です、O2 入り口ぐらいのところでトータスさんの死体がありました。 O2 入り口、 O2 入り口、 O2、 あ、僕が、ナビゲーションウェポンメッドベイっていう感じなんですけど、ナビゲーションで、モリアーティさんと入れ違いになって、最後モリアーティさんがナビゲーションだったんですけど、コードを教えていただいてもよろしいでしょうか。あ、私がナビゲーション、アベレージさんが出ていった後にシールド方向から回って、ストレージまで行ってますね。誰かに会ったりとかは、てかアベレージさん以外と会ってないんですよね。だから殺しが序盤に行われてたんだったらめちゃめちゃ私の言ったアベレージさんが怪しいんだけど、アベレージさん、まあ、ちょっと時系列が分かんないんでまだ何とも言えない、はい、アベレージさんとトータスさん見てないですか。トータスさん、あ、もしかしたらウェポンあたりで誰かすれ違ったかなって記憶があるんで。あ、いましたよ。あ、いました。あ、ギリ見えなかった。あ、センターさんいたわ。そうだ、センターさんがウェポンにいたんだ。で、トータスさんが下に歩いてったんだ。リアクターの最中に、はい、私とすれ違いましたね。ウェポンにいたんですけど、トータスさんがウェポンの中の上で、アベリさんが扉閉まっててカフェテリア側の扉の前にいたから、まあ見えないのは仕方ないかなって感じで確認で聞きました。で、リアクターが鳴ってる最中に、タダスナナさんがアドミンの方向とかかなから、はい、カフェテリアの右上に行くのとすれ違って、トータスさんは全くリアクターに関心を示さずに下の方に行きました。O2 側の方に、うん、ウェポンから O2 側の方に。なるほどな。あ、がっつり私容疑者1だなってことは。で、畑迫さんはメッドベイから出てきてそのまま O2 って感じですか。そうです。あ、じゃあそうですね、だからちょ合ってるというか、畑迫さんが逆側行くのも懐けるって感じで、セルフはちょっと薄いかなと思います。リアクターがあったから右側かなと思ってボタン連打しながら走りました。アベレージさんは砂ザメさん見てないんですかね。はい、砂ザメさん、カフェテリアあたりですれ違ったかもしれないですけど、僕は覚えてないですね。話して不、位置的にちょっと不利なんだよな、これ右上になるから。ゴミ直しの鬼、はい、ちょっとがっつり容疑者位置だったんで一応自分のちょっとミュート、はいはい、あ、はい、お願いします。はい、アドミン見てて確か、ナビゲーションにウェポン1、リアクター鳴る前です。リアクター鳴るちょっと前ぐらいに私ずっとアドミンあたりをうろうろしてて、で、ナビゲーションにウェポン1あたりだったのかな、確かオツにいたかどうかはちょっと分かんないんですけど、でまあサボタージがずっと鳴らなかったんで、そろそろ助けやるかって言って上に向かってったカフェテリアの中央あたりに行ったら、まあリアクターが鳴り始めました。
まあ、とはいえちょっとタスクも終わらせなくちゃなって言って私、ウェポンに行かずにカフェテリアの右上行ったんですよね、うん、で右上のタスクをずっと開いてたんでその時に私の下を通った人がもしもいたんだっても気がつかないんです、まあ、確かに無理ですねそれなんで私は畑迫くんを見てないけど畑迫くんは私を見てくれたかな見てない了解ですあれ下から行ったんだっけ畑迫くんカフェテリアカフェテリアの真ん中つき行きましたその後もずっと佐々木さん右上ですか私はもう右上に張り付いてますはいはいで今、まあ、はいあやっといいですよ一応なので私はもうそれが以上でちょっと弁解は以上ですもうごめんなさい下位置が O2 なんですかね下位置 O2 です O2 入り口ですだから、あの私以外に容疑ができた人を知り洗いたいなっていう感じですね砂鮫さんは右上のそのタスクやった後どういう動きなんですかあもうやってる時に B ですそれがラストですねそれがラストかはい、はい、多分トータスさん殺害容疑者ってアベレージさんと私と砂鮫さんになっちゃいますよねアベレージさんは無理です僕は無理ですあ無理なで他にいるので他にいるだろうなのであセンターさんは分かんないですね確かにあでも位置的に多分メンバー的にはあのカフェテリアのドアも閉まったんで多分その3人ぐらいセンターさんリアクターに向かってるの言ったんでもしも可能だとしたら殺した後にリアクターに向かってるとかになっちゃうんですよね私目線だとあじゃあアベモリアーティのペアってどうですかねあ私はいいですよ全然、はい、私は放置でいいんですか他の否定はしなくていいのあの可能性はあれごめんなさい、ちょっと話す前にメッドベイ僕と、モリアティさん一緒に行ったんですけどその前誰かメッドベイ入ってませんでしたっけ、はい、今ですか入ってないですよあ入ってはないけど先輩さんが通り過ぎたな あまり多分変な動きしないと思うんではい、はい、行きましょう、一応容疑者位置に砂ダメいるんで、他に容疑者を洗いたいですでなんとなく怪しいなと思ってるのがそのウェポンナビゲーション O2 あたりに4人ぐらいアドミン情報を見た時にいたんですよねでリアクターになった後に一番最後に右エリアから抜け出した人がもしかしたらトータさんをキルした後にリアクター鳴らして左エリアとかないしは他のところに行ったのかなとなので、右エリアの一番後続の人が容疑者位置かなと思ってますというか多分右側にいた人はもう議論で全部出ててはい、センターか、モリアーティさんかアベレージさんか砂ザメさんになってると思うんですよね。あ、うん、あ、了解です、了解です。他の否定をした方が多分早いかな。畑迫さんが下にいた人とか。あ、はい、いや、それも話しなくてよくて、畑迫さん視点で、センターって見かけた？センター初手アドミンストレージって言った時には見かけてます。いやメッドベイクですれ違ってますね。直前ね。うん、メッドベイから畑迫さんが出てきてウェポンで、はい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 、オツで見つけてるから、はい、私は畑迫さんはセルフはないって多分発言してると思う多分右から抜け出した人で絶対いやこの人は私の前を走ってたから絶対無理ですっていうのがいくつか出ると思うんですよねそれはないんですかでも全くもう右にいた人は多分だからでもそれをするんだったらもう左にいる人は多分早いですねそうですね隠しろにしてもらってリアクター直した人誰ですかリアクター直した人スナパーリッチ早です無理じゃあ無理ですねその2人えもう一方いらっしゃった気がします、はい、いなかった高田さんか竹谷さん高田さんが真ん中の助けで高田さんまだ高田さんも無理ですね竹谷は砂ザメさんと一緒にアドミン見てて僕下の方に抜けてるんで無理です、うん、モリアティさん見かけましたか見てないんですよ。いや、見てないですね。アベレージさん、引き続きでいいですか？はい、お願いします。Thank you.
くないな、このタスクも。始まったかな。はい。はい。押しました。ありがとうございます。じゃあ、なんかペアとかの話をします。はい。でも容疑者結構多いな、こう見ると。アベレそのなんか右の人を全部容疑者に入れるっていう今議論になっちゃってるんだったら、正直私右の人をもっと絞りたいって思っちゃってる派なんで。あ、ただアベレージそのウェポンでセンターさんと会って、その後僕が先にカフェテリアから出てて、多分センターさん視点だと僕キル無理だと思うんですけど、ですよね。あ、一番弾けるのはアベレージさんだと思います。うん、なんかそういうのでどんどん弾いてた方がいいかなと思っちゃってる派で、はい、僕とりあえず外していただいて、はい、でその後センタンさんが、ウェポンからどういう行動でしたっけ。ウェポンから左にメッドベイの方向に行く最中にスタナベさんが、カフェテリアの右下のテーブルのあたりから右上に向かってるのを知っています、はい、でそのままカフェテリア上でタスクですもんね。スナザメさんがそうっす、うん、で畑迫さんがその下を通って死体発見って感じですよね。はい、ってことはみんなの証言が正しければ、まあ、まあ砂溜モリアーティ先端恐怖症の3人が多分用意できるんですね、うん、私は、まあ、あるいは畑子さんのセリフか、はいはい、あるいは、はい、他に初手で見られてる人がいないんで、まあ、何も返せないんで、うん、もうひたすらアベレージさんと行動するしかないですね。アベレージさんもう2人で、そうですね、コミュニケーションまで行って白なんか誰も会ってないって言ってましたもんね、先に盛り上がって。とりあえずそこはペアで落ち着けるとして、はいはい、砂溜さんは容疑者を絞りたかったと思うんですけど、はい、順位はつけれましたか、容疑者の怪しい順みたいなのは。セルフ正直薄いと思ってるんで、先端さんがモリアーティさん、はい、がフラットです、私は。うん、それなら、まあ、今回の割と悪くないと思う。整理できましたね。すごい薄い要素ですけど、ストレージの中で先端が急に止まりだしたんで、ちょっと怖いなと思ってます。あれは、まあ、説明できます。まあ、いつか必要になったら説明します。いや、ないと。アスクやりたくねーって言ってた時。出すの早っ、うん、エレクトリカルの方がいいかも。はい、知らないから自分がやつなんか来るのってやばいけど、マジか、うわマジか、なにそれ、なにそれ、え、やば、マジか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 。でも最初に、となるとモリアティさんごめんなさい、疑ってたけど白だわ。直近センターさん見ましたよね、見ました見ました、そう、コミュニケーションでセンターさんが直してくださって、その後左側行ったんですよ。でも僕とモリアティさんが右側行って、だからえ、ちょっと待って、リスクを見てくれ、いや、ボタンシールドにいたよね、2人。
はい、シールドいました。ってことはスナパイさんが上から来たのか。そう。で、俺、ウェポンの方に抜けていく畑迫さん見たって。同時に左のストレージあたりで、シハヤさん、水色だったと思う。もう見たような気がします。コミュニケーションサボの方に、モリアーティさん、ベレジさんが向かってるのを、ちらっと足ギリギリ見えたんで。いや、これ、そのまま、ダメだ、絶対。はい、アドミンの方向けて、カフェです。先端死んだのかなりギリギリでしょう。だって、僕あれですよ、アドミン15秒ぐらい前に見て、で、はい、リアクター1が動かなかったんで、今リアクター向かってる最中だったんですよ、はい、でその時にセンターさんアドミンでタスクやってたんですよ。はい。あ、俺アベレージさんに確認したいのは、モリアーティさんがアベレージさんの目を盗んでキルが取れたと思う？いけるかな。一瞬視線外れたけど、でもだって5キルですよね。だっけ、最後その最後センターを。ちなみに私視点は無理だと思います。ちはやさんって今なんで押したんですか？もう絶対にこの辺で押しとかないとやばいだろうなっていう嗅覚でしたけど、最悪ですねこれはね。死体化粧みたいになっちゃって、さん無理だと思うんだよな、マジで。これ押さなきゃいけない日なんですけど、そうなんですよ。じゃあ誰にするか、いや、ウェポン側に抜けてく畑作さん見てるので、カフェテリアでボタンを押せた千早さんが畑作さんキルできる第一人だと思うんです。あー、竹尾さんですよね。なるほど。なので僕は千早さんを釣りたいんですが、ダメですか？これ投票しまないと、うん、いや、まあでも行くしかない。田中さんも大丈夫、それは他の人が判断。いやー、なー、怖え、わかえ、怖。タスクもまあまあ残ってると思います。鍵ありますか？鍵。ああ、そうなんだ。おお、これ続くんだ。あ、そうなんだ。そうなんだ。いや、ちょっと分からなかったな。分からなかった。千早さんは自然に僕を殺しました。へえ、いや、そのうん、あの人かと思った今完全に言っちゃったけど、とりあえず大丈夫だった、よかった。首の皮つながった。千早さんにキルした人は誰でしたか？しました。で3人投票してて、阿部、あと誰だろう。予測しました。アドミンだけを、私が間に合わなかったかもしれない。あ、了解です。じゃあもうそれは置いといて、うん、なるほどね。チハヤさん無理だと思います。第一ヒットが俺なんだけど、それはどう見えますか？皆さんだと思ってた。いやでも僕自身モリアティさん無理なんですよね。さっきの試合で4キルだから、もう普通にモリアティさんの一緒にずっと行動しててキル絶対無理なんですよ。いや、まあ別にチハヤさんが3キルしてるケースもありえるから、はい、絶対ではないよ。いや無理っす。結構時間ありましたよね。あ、違う違う、モリアティさんが0キルで3キルやってる可能性があるんじゃないっていう話をしてる。いけますか？まあ、分かんない、無理ならいいけど、少なくとも千早さんを釣ったスナパーをまず白木できますかっていうのを聞いてほしい。皆さんには聞きたい。いやーちょっと分かんない。アベレージモリアーティでそのお互いファッションでできるんですか？はい、ああ、できますできます。僕はもうモリアーティさんは白でいいと思う。先押してスナパイさんになっちゃうんですけど、でもなんかちょっと正直今の投票の押し方は白っぽいなって思ってます、うん。いいですか、スナパイ千早はリアクター直してるんですよ、初手、うん、O2 の死体の時だから。スナパイ千早の、千早がインポスターだった今、スナパイは絶対インポスターじゃないで。え、これ処刑者出さない選択ってまずいですか？いいと思います。それ言おうと思った。微妙だな。タスク勝利で、タスクで、タスク誰残ってます？いや、結構直前の人が多いので畑迫さんとかセンターがタスク残ってる可能性全然あるので、それよりは初日にペタ2人からモリアーティさん、竹尾さん2択っていうのをちゃんと整理した方が、いや、わかんないです。僕自体全然わかんない。3-1で行動するのがベストだと思うんですけど、どう思いますか？ 3-1 か。じゃあ誰が1か、アベレージモリアーティは崩さない方がいいんじゃないですか？そうですね。そうですね。僕そこに混ざります。あ、了解です。じゃあ自分1人で、はい、はい。なぜならスナッパイはタスクが終わっているからです。あ、危ね、ごめんなさい、投票今スキップ、危なかった今。ちょっと投票気をつけましょう。いや、投票意識やばいな。投票意識も、タスク意識もサボタージュ意識も低いな、このブラは。タスク意識が高すぎる。
しなきゃ、タスクしなきゃ。やばい、めっちゃ残ってる。お、畑迫さん悪いね。一足先に退社します、私は。あー、残業だ。残業、まだ畑迫君の残業を尻目に私はタイムカードを切りました。あ、ダウンロード、アップロードがある。やべえ。アップロードが、畑迫君、これあの、モンスターエナジー、これ、あまあ、あれでしょ。ありがとうございます。そうやってなんかあのモンスターエナジーの空き缶を積み重ねて、あ、よかったよかったよかった。竹尾さんで終わりですね。やっちゃいましたね、アベリーさん。いやだって弁当入ってましたよ。え、竹尾さん、なんだろう、嘘つくのもらっ嘘つくのやめてもらっていいですか。え、なんか通ってたらワンチャンあったな。いや、ちょっと何言ってるか分かんないです、ね、いや、嘘と見破れる人でないと人狼やるのは難しいですよ。てか今キルしてるのに、ごめんなさい、ちょっと僕本当に分からないんで。え、マジで、え、真面目に会話お願いします。わかりました。じゃあアベレージ、セキュリティの、横で、配線タスクしました。で、終わった瞬間右下見たら、弁当が開いたの見えて、あ、やばと思って、で、見たらスナパイさんが左上にいたから、じゃあスナパイさんじゃない、じゃあ誰だと思って一瞬セキュリティパッて見たら、モリアティさんがセキュリティの中入ろうとしていくところを竹尾さんが殺してました。で、竹尾さん、じゃあどうぞ。僕は初手左に行ってリアクターのタスクを終わらせた後に、戻ってきて十字路で、アベレージ、スナパイ、モリアーティがいるのを、あ、なんか上に向かってたのかな。で、なんかアベレージさんが多分スナパイさんが上に抜けてった後にモリアーティさんを殺害してました。よし、じゃあ、次僕の番で、僕ずっとモリアーティさんと行動してて、お互い白証明できてたんですよ。で、今回モリアーティさん死んだじゃないですか。で、その前のターンで、3キル起きてるんですよ。確かに1人でキルできるかもしれないんですけど、僕がキルは絶対に無理なんですよ、モリアーティさんと一緒にいるから。なんで竹尾さんです。そこよりは初日セーブできたらいいけど。え、マジですか。だってモリアティ、あ、ごめんなさい、モリアティさんは3キルしてて、アベリージさんはこの時を待ってたっていう感じだと思いますね。いや、3キルで1回も見つかん、まあでもいけるのかな。で、結構時間ありましたよ。あ、でもそれって逆にインポスターだからこそ分かる。まあそれはいらないか。じゃあ、あとなんだろうな。マジで僕がリアティさんの分かんなかったんですよ、多分アベリージさん。ん、だからあそこでキルしちゃったんですよ。わからん、ごめん。いや、大丈夫、カタカタカタ。多分こっちだと思いたい。いや、大丈夫です、合ってます。僕を信じて。あ、難しいよね、トラスミ、参加してたら。いや、微妙い。最後ね。あぶねー。ありがとうございます。よーし。あぶね、あぶね。怖えー。ほかして、わかんないから。そうですね、ごめんなさい。4キロじゃない。俺視点で竹尾さんの所在だけが本当不明だったから。みんなずっと俺の死因をいろんな人がやってくれて、あれ俺竹尾さんに殺されてるん、はい、そうか。どこいたんすか。ここに、え、なんか上から普通に降りてきて殺してそのまま下へ行ったで。あのアドミンで砂ザメさんと一緒に人数確認のところを見てて、でリアクターが鳴りました。で砂ザメさんが上行ったんで、ベントで、あの O2 に一人いたのが分かってたんで、ベントでシールドの方をベントに飛んで O2 にキルしに行って、で下に抜けました。あー、じゃあもしかしたらモリアーティさんとすれ違う、ギリギリすれ違わなかったっていうタイミングか、初日ってことは。そうだ。多分先端さんが上に抜けて、モリアーティさんが下から抜けてリアクターに向かっていった日なんで、確かあの時って、うん、最終行動が。あ、ね、あー。畜生。いや、俺が最後本当に迷ったのは、竹尾さんが初手キルが可能だったかどうかを本当に考えてただけです。ああ。これでいいなら、アベリさんは絶対無理、ほぼ絶対無理な位置だったから。うんうん。いや、まあそれも決め手の一つですよ。うん、ああ、よかった。じゃあ千早さんがインポスターで確定したことで、うん、もう1キルが本当に竹尾さんに可能だったか、一応容疑者の候補までには残ってなかったので。そうなんですね、うん、あれスナパイさん。ストレージに降りたって言ってたから、どっ
ちだーって一応可能かなーっていうのを考えてた。はあ、いやスナパイさんだと思ってたけど、あそうなんだ、千早さんだったのか。はい、自分でした。もう相方が畑さん食べなくてよかったのか、普通に押せばよかったんすねあれは。あでも畑迫さんの姿見た後、その後アベレージボリアティコンビに遭遇できたのがでかくて、そう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 、で本当ギリギリの遭遇だったんで、うん、もうそこはあれですね、運というか多分ミヤだったか。うん、いやでもあの千早さんのボタン押しは結構良かったですね。まあ、あれキルを打ってたもんな、あのタイミングで。そうですね、だからあの5人場面であのアベレージモリアーティ両城だった時にこの2票を獲得しないと投票勝てないっていうのが結構的でしたよね、うんうんうん、ここはもうナパイさんのちゃんと投票先絞ってしかも当ててるから MVP ですね。いやそうですね、あそこで助かった本当に。ちなみに3キルしたのって2人で交互なんですか、それとも4キルちゃう2日目4キル最初に武雄が、リアクターで高田さんキルして、はい、で待って十字路のところで砂染さんが来たんです、キルして、あそうですね、最後にあと一人誰か殺そうと思って先端さんキルしました、アドミン前で3キル4キルか、うん、合計4キル、 4キル、あーごめんなさい、ずーっとなんか数え間違えてた、そうそうそう、 4人も死んでたのか、そうですね、あじゃあどっちにしろやっぱ無理だわ。めちゃくちゃ議論時間が短かったから、そのスキップができない状態だったよく。ああ、いやでも、近い確認しとけばよかった。うん。素晴らしかったですね。すごかったな。焦りますね。4キロはすごいな。ちなみにセンターストレッチで止まった理由は何だったんですか？あれ、このタスクもやりたくないなと思って、どこ行こうかなと思って。あなるほど、あそういう意図だったのか、なんだそう、だから必要になったら言うけど自分から出す優先順位低いかなと思って、確かに何とでも言えるから、いや俺あれもしかしたら左に抜けてく人の色を覚えるためにあそこにいたのかなと思って、いやなんかあの5人盤面のスナパイさんがすごいなんか時間を稼いでるのかなみたいな感じに見えちゃって、すごい客観視点はそうですね。スナパイさん目線はなんか割とスッキリ。あ、そうだったのか。いや、してるけど。あの段階でそのアベレージさんと森味さんのペアが本当に隠しろ、本当に隠しろっていうふうに疑ってたのが、うん、なんか、あ、これは多分スナパイさんの手のひらでみんな踊ってるなと思って。ああ、そうですね。ちょっとそこ怖かったですね。もうちょっと思っちゃったな。うんうんうん。で、千早さん。3キルと追い込んでたからだな。4キルだったんだったら、それは。出さないもんね。僕が3キルと勘違いしてた。多分出してた人結構多かったからさ。うん。千早さん釣った後にゲーム続いた時にマジかって思っちゃったっていう。え、僕も武雄さんとナパイさんかと思っちゃってた。そう。いろんな内容的に。いやー、ビビったなー、また。え、畑迫さんはどこで死んだの一体？カフェテリア右です。ああ、じゃあカフェテリア右で。殺された後に千早さんが落ちた。なるほど、そういうことか。はあ。ワンチャン、あの時、右下に3人いたので、ボタン押さずにもう1キル狙いに来られてたら完全に負けてますね。うん、ですよね。そのビジョンを今、頭で考えてました。まあでも、あそこで相方が3キルいってるっていうのは、なかなか、確かに。想像するの難しいので。確かに。砂鮫さんの死体だけは十字路で確認できて、まさか高田さんが左でさらにやられてるとは、しかも先端恐怖症もやられてるとは、それは全然わからんくて、はい、怖え、やビビったな、なるほど、なんか我慢強い方が勝てそうですね、インポスターって。もうキル取ったなんか次の行動とかなんかサボタージュすぐってとか考えがちだけど、なんかもっとどっしり構えないと、うん、武雄さんすごかったな、うん、そうですね、キルして待ち伏せるってや、うん、めちゃくちゃ怖いですね。最後もしかしたらキル しなかったら O2 で勝ってたかな。あ、O2 怖かった、あれ時間制限でなんかそんな死んでると思わない。うん、いや違う違う、最後、あ最後2番目、4番目最後、あのもう完全にベント見られたんで、ああそうですね。あれでもベント見られてもほっといて3人行動だから、的にも多分間に合わないんじゃないかな、3人で一緒に固まって。そうですね。3人1だと、
ああ、そっか。あ、殺さずにってことか。そうそうそう。もう。見られたとて。うん。か、なんか、もうそのまま、絶対僕も多分殺してると思いますけど、同じ状況だったら。そうですね、バリクって殺しちゃいますよね、そこ。あれは、なんか、殺さずにイベントから出て、ひたすら追いかけ回して、時間をかけて、O2 勝利みたいな。ああ、なるほどな。一応ありえる。絶対分かってても無理だけど、そんな。うん。怖いっすよね、やっぱ。実際にやる心理ってなると。あそこそっか、全員押してたのか。ああ、そうか、緊急ボタン。なんか残してるかと思ったな。あ、でもそもそも、ああ、まあ、怖いよな、O2 勝利だけを勝ち筋にするの。うん、最後の裏では、通ってたら、ね、分かったし。うん、裏では、畑迫くんが必死にタスクしてたから。まだロードタップロードあるとか言って。